えー、今回はですね、私竹内ごろうが、えーまあ、ブログなどを通じてやっていきたいことをお話ししたいと思うんですけれども、まあこ僕はですね、えー、ブログと、まあ、ラインアップを主にやってましたけれども,、うんもう、ツイッターを解説して今後どうなるかという感じです、えー。それが2019年1月現在なんですけれども、おまあ最近は YouTube なんかの動画を上げるようにになったりなんかしまして、えー、徐々に。 なんかいろんなことをやってます、えーでえーまあ、今まで僕は何をやってきたのかというと、他の動画にもありますけど、とりあえず月収一桁自体がありまして、でそれを、えー、抜け出すためにですね、まあ、いろいろやってきました。えー、ポイントサイトでなんかコツコツ貯めるとか、ですね、まああのー、ネットを使ってキャッシュバックみたいなのをいろいろやってみるとか、ですね、えー、検証サイトやるとか、ですね電子書籍を出版するとか、えー、ブログを運営するとかですね。 えー、あとね、やりましたかね。知見に参加するとかですね。クラウドワークスでやるとか、うん、在宅ワークをやるとかですね。えー、あといろいろありますよ、うん。ソーシャルレンディングで投資をちょっと始めてみるとかですね。いろいろありますけども、えー、大事なのはですね、えー、今あ、あなたが何をするべきなのかというよりも、何をしたいのかという,うところだと思うんですよね。でまあ、僕の場合は、 えー、他の動画でもお話ししてるんですけれども、例えば在宅ワークとブログっていうのがあって、まあどっちも月10万円ぐらいだったら可能ではあります。可能なんですけれども、じゃあどっちがやりたいのかっていう、最終的にはそこに尽きると思うんですね。で、まあ人それぞれ状況が、置かれた状況が違いますし、好みも違う。うんうん、いろいろ違いますよねもういろ。もう違うことだらけなんです。で、えー、じゃあそういう中において、じゃあ 何をしたいのかっていうんで、僕は、僕はブログ中心になったわけです。で、まあ理由としましては、あ在宅ワークっていうのはある程度書くことが制限されてまして、えー、まあそれがあんまり微妙、なんていうんですか、ね、微妙だったっていうのが一番大きい理由です。 えーまあ、あとはですね、まあ、ブログだと自分のメディアになるんで、えーまあ、好き勝手書きたいことは書けますし、えー、時間的にも納期とかもないんですね、まあ。毎日ブログ書けっていうことなんですけど、基本的には。あまあ、でも、最悪、何て言うんですかね、1週間ぐらい書かなくてもなんとかなるっていう、えー、ことですね。えー 農期例えばクラウドワークスやってたインフルエンザーになって一週間休んじゃったら農期に間に合わなくてなんかいろいろ説明してめんどくさいとかね。ええ、ありますよね。ブログの場合はそのことないです。もう自分のメディアなんで、まあ一週間な更新がなかろうと別にな、誰に何も言われるわけでもないんで、ええー、そこがブログいいところかなと。まあ結局、結局はですね、自分で好き勝手やりたいっていうだけのことなんですね。ええ、そのわがままなんですが、まあそれ、僕はそれが良かった。 でも、人によってはですね、えー、具体的な指示があった方がやりやすいっていう人がいるわけですよね、おそらく。そういう人にとっては在宅ワークの方がいいのかもしれない。えー、はたまた家でパソコンいじるのが、あまあ、本当はパソコンいじれないと苦しいんですけどもね、在宅ワークは、えー。でもなんか知見だったらできるな、みたいな。知見だったら1年で30万円ぐらい稼ぐことは、まあ、可能っちゃ可能なんで、1年です。だから月にだと2万円か3万円ぐらいなんですかね。はい。まあ、それぐらいでもいい,い,いかな。 っていう人は知見だったりね。えーまあ、電子書籍、本格的に、えー、電子書籍やりたい。うん、例えばあの、漫画とか、そういうの得意とかですね。えー、あと、小説が書けるとかあ、そういう人に関してはあのー、電子書籍っていう手もあります。まあ、簡単に売れるわけでは正直ないんで、えー、すぐに収益がガンと上がるわけではないです。えー、けれども、そういう選択肢もありますよね。 そういういろんな選択肢があるわけ。他にもハンドメイドとかも有名ですよね。YouTuber なんてももっと有名かもしれないですけども。イラスト販売とかもね、今やってますけれども。おまあ、どちらにしてもですね、発信力っていうのは実は問われてて。えー、問われてるんですけど、まあ、そういう発信力を身につけながら何を始めていくのかっていうのをですね、えー、このブログを通じて発信して,い、ま、しています。始めたらいいのかっていうのはそう選択肢ですよね。 はい。結局、何を始めるにしても、発信力を鍛えて、え何、ー、て言うんですかね、まあ、技術を突き詰めるっていうか、あハンドメイドにしても、お作品の質を高め、えー、イラストにしてもお、作品の質を高めという、まあ、ブログにしても記事の質を高めというところです、えー。投資にしても知識をある程度勉強しなきゃいけないとおいう、まあ、ある程度、そしたらもう初期費用がいると。 ということで、えー、じゃあ、あそのあなたが進むべき道はどれなのかというのをですね、今の勤務状況や、収入状況や、まあ、いろんなものを買いに行てやるというのをやっております。まあ、あのいろんな僕の記事を見ていただいたら、本当にいろんな方法あるんだと思っていただけると思います、まあ。少なくとも10個ぐらいは紹介しているはずです。もっとあるかなちょっとわかんないですけど。 いろいろあるんですよねで。僕はまだやったことないのもあります。セロリとかも全然やってないですからね。えー、そういう選択肢もあります。えー、なので、そういうマルチインカムの入り口、自分が何していいか分かんないよっていう人はですね、えー、ぜひ LINE アットを登録していただきたいなというふうに思います。えー、LINE アットを簡単に登録できます。無料でできますので、ぜひぜひよろしくお願いします。 ツイッターはね、今、ちょっと立ち上げたばっかりなんで、まだ、どうしていいか分かんないですね。<laughs> ライン LINE アットの方はもうね、やって、えー、もう1年経ってないですけど、多分半年以上経ってるんで、それなりに扱いも慣れてるんですけど、えー、何をやったらいいのか。なでもそ、一つ申し上げたいのは、そう、なんていうんですか、ある程度作業しないとダメです。はい、どれをやるにも。はい、ある程度作業しないとダメです。まあ、知見の場合は参加すれば、ピョンと参加すればもらえるんで、僕結構好きなんですけど、 まあ注射がね、苦手だとダメなんで、そういう、う欠点はありますね。はい。えー、なので、ぜひ、結局はですね、何が言いたいかというと、えー、私の LINE アットに加入してくださいっていう、この宣伝なんです。ド宣伝をしたいという、えー、動画でございました。まあ、でもこれ聞いていただいてる方も、あ入ってる方が多いと思うんで、えー、じゃあ自分は何をしたらいい,い,いのっていうのを相談したい方は、ぜひ LINE アットにちょっと、ぴょこんとチャットをしてみてください。<laughs> 一応まだ、えー、っとですね、これ迷ってるんですけど、今一応まだ手動返信をする形になってます。ただ、そろそろ、ちょっと限界が来てる <laughs> 部分もあるんで、正直。あのー、手動で返せない。返す、キャパオーバーってやつですね、になりかねない。まだ、まだもうちょっとできると思うんですけど。はい。えー、登録の方はね、嬉しいことに増えてきていただくと、お ね、ちょっとキャッパオーバーになってしまう可能性もある。でもまだあ1月、うん、多分まだ全然大丈夫だと思うんで、ぜひぜひ、どういう状況で、今、どういう勤務状態で、どういう収入で、えー、何をしたいのか、パソコンのスキルはないけど、別にパソコンのスキルないこと自体は全く問題な,くな,ないです。YouTube の投稿もできますし、ブ、えー、ログを書くこともまあできます。えー、なので、何を始めたらいいのかというのは、まず2019年、ちょっと切りがいい,いい時期なので、 ええー、ぜひぜひ、ええー、考えて、ええー、実行に移していただきたいなと思います。もう一気に始めるのは本当に大事です。もう一日でね、全部始められます、正直。意外と始めるの、時間かかんないですよ。おまあブログ立ち上げはちょっとかかりますけど、YouTube も、一本動画上げれば、まあ次からはそんなに時間かかると上げれるはずです。まあ編集をめちゃくちゃ細かくやってっていうならあ、話は別ですけど。はい。えー 在宅ワークなんてね、もうクラウドワーク登録なんてすぐですし、えー、知見やる人なんてもうほんとすぐ10分もかかんないと思います。なので、えー、このお正月休み、なえー、およびこの1月ちょうどお年が変わったというのを機にですね、えー、何か新しい収入源を考えていただきたいというふうに思います。その時はあブログ、僕のね、えー、活用していただいて、まあ、こんなのもあるのかへん、えー、みたいなね、こんなのやるのかみたいな。 なんか、ぐだぐだ、5時も5時があるな、みたいな。<laughs> ブログに5時あるな、こいつ、みたいな、思いながらですね。<laughs> 多分なだいぶなライブ頑張って、リライトしたんですけど、まだ残ってるかもしれない。ごめんなさい。えー、そういうのをか思いつつですね、あの、見ていただいて、気に入ったのがあれば挑戦、どんどん挑戦していただきたいというふうに思います。もう、どんどん挑戦、今すれば、2019年12月、変わってると思います、本当に。はい。なので、ぜひ、まあ、失敗したってそんな大したことないです。ちょなので、安心してください。 えー、頑張って収入を作り上げましょう。ありがとうございました。